おはようございます。ラブ川崎始まりました、はい、さあそろそろ夏休みですか世の中。そうですね、羨ましいですね。いいね、戻りたいですね。そうでもないんですよねこれがね。え、大学生夏休みじゃない。大学生なんですけど、うん、まだまだこれから授業もテストもあって、いつから夏休みって。8月の2週目ぐらいですかね。短いんですよ思ったほど。意外、うん、もうだって普通はさ海の日ぐらいからだよね。そうそうそう、 ねやっぱり大学によるんだと思うんですけど。まあ一回勉強してくださいよ。そういうことですね。うん、そういうこと、はい、勉強します。川崎のこともね。はい、さあ今週も参りましょう。ラブ川崎スタートです。さあ今週も川崎の情報満載でお届けします。はい、楽しくいきましょう、はい、行きましょう。ではしゅうこさん今日のテーマお願いします。はい、はい、今回のテーマは私たちの生活を支える水についてお伝えします。水、はい、突然ですが、はい、川崎市の家庭の水はどこから来ているかご存知ですか。いやもうそりゃもう有名な川あるでしょう。多摩川。ブッブー、違います。自信がない。どやっとすんな。違うんですよ、のこれがね実は違うんです。違うんだ。意外かと思うんですが、うん、身近だよね玉川ってね。そうなんです。川崎市の水道水は主に相模湖や津久井湖から流れてきた水を、うんうん、使っているということなんですね。そんな遠くから、うん、しかも水は地形の高低差を利用して、うん、水源地から多摩区の長沢浄水場まで流れてくるんです。ということは相模湖とかその津久井湖っていうのは高いところにあるというところね、はい、その高低差を使って流れてるってこと、うん、自然の力を使って流してくる、ね、ポンプとかじゃないってことですね。そうなんです。なんか電気で引っ張ってそうだね、うん、ポンプとかでね、うん、では実際にどのような仕組みでその水が流れてくるのかこちらの VTR をご覧ください。長沢浄水場にやってきました。ここで川崎市の水道水ができてるんです。広いですね。こちらの長沢浄水場、うん、なんと等々力陸上競技場のおよそ 5.6 倍もの広さがあるんです。広い。こちらが浄水場の水の入り口です、うん、相模湖の水は8時間もかけてたどり着きます。長旅だね。ようこそ浄水場へ。わかる、気持ちわかるよ。実際に水道水になるぐらいにはどれくらいの時間かかるんですか。だいたい4時間ぐらいで、はい、飲み水に変わります。たった4時間で飲めるようなお水になるんですね、うん、そうですね。2、3時間かかるのかな。浄水場では短時間で私たちが飲むきれいな水を作るさまざまな工夫がなされているんですね、うん、4時間、うん、なんか見てください、この水の色黒くない。なんか濁ってるよね。金子さん、これ水の色が黒いですよね。はい、ここは活性炭接触地といって、うん、匂いを取り除いている施設なんです。活性炭っていうことは炭なんですか。はい、そうです。炭で匂いが取れるんですね。そうですね。そうなんだね、うん、私たちもね、水をきれいにするためにも家庭では炭って使うと思うんですが、入れたりするよね。はい、浄水場でも匂いを取るために使っているそうなんです。はい、ここがフロック形成地って言います。はい、薬の力を使って泥や砂をフロックにするところなんです。フロック、はい、フロック見えますでしょ。フロック、フロック、はい、フロック、どうしよう、フロックとかもう分かんない、ついていけないよ。どうしよう金子さん。ずっと山本さん大丈夫ですよ。金子さんが優しいです。金子さん、なんと川崎の水道水のことが詳しく学べるスポットが浄水場内にあるというではありませんか。ありがとう金子さん。ありがとう金子さん。これがフロックになります。これのことだったんですね。はい、この黄色いのが薬です、うん、これと泥がくっついてフロックになって沈殿地で沈んでいきます。あ、じゃあこの塊をフロックって言うんですね。はい、そうなんです。このようにして沈殿地で泥や砂の塊フロックを沈めて、うん、さらに上積みの水を取り出すということなんです。すごい、もうだいぶ綺麗になりましたね。そうですね、うん、もうフロックがもうほとんど下に沈んだんで、まだ目に見えない小さいゴミがありますので、うん、最終的にろ過でその小さいゴミを取り除きます、うん、実は浄水場内も地形の高低差を生かして水が流れるシステムになっているんです、うん、じゃあ奥が高くて、うん、だんだん低くなっている。ここがろ過地になります。はい、ろ過地、アンスラサイトと砂の層を水が通ることによって水がろ過されます。待って待ってください。アンスラサイト、はい、アンスラサイト、アンスラサイト、いけ、再びあのスポットに向かうことに。
水のことが何でもわかるこちらの施設です、うん。アンスラサイトっていうのはどれのことですか？上の層です、ね、あ、この上の炉材の一つです。本当だ、これがそのゴミがこう引っかかっていくんですね、はい、そうですね。で下に沈んでいくともう不純物がない綺麗な水になります。こうして綺麗なお水になっていくんですね。はい、このようにして綺麗になった水は消毒され排水池から川崎市の各所に送られるというわけです。時間かかってますけど、うん、とんでもない量なんでしょうね。いろんな工程を経て、はい、やっと飲めるようになったんですね。はい、浄水された水です。はい、わかりましたか、山本さん。わかりました。ありがとうございます。はい、駆け足でしたが、面白いですね。こうやって普段何気なく使ってね、蛇口ひねれば水が出ますけど、うんうん、こうやって作られてるんだっていうと、なんか大切しなきゃと思いますね。ね、そうですよね。匂いを消すのに活性炭を使うって、うん、私たちでもね、うん、日常でやってることをね、実際に水道水でもやってるんですね。やってるって面白いですね。知らなかったな。いやでも川崎市のお水を作ってる人はそこで、うんうん、とてつもない量なんだろうね。そうでしょうね。何でしたっけ、何でしたっけ、2つありました と, と、はい、アンパラサイト、ブブアンスラサイト、アンスラサイトか、難しいやん、ブブの言い方。そうそう、でもね、あの仕組みもね、かかね、私たち結構馴染みのあるというか、うんうん、ね、分かりやすいやり方ですよね、うんうんうん、で、ああいったところに行って勉強するっていいかもしれないよね、うん、そうすると水の大切さとか、うん、なんかね、うん、分かると思うな、ね、それにしてもね、金子さんがね、いい人だね、金子さんは。あの、金子さんも気になりますけどね。そうなんです、もう金子さんとずっと一緒に回っていただきたいという感じでした、ね、いろんなことしてますもんね。でね、さらにもう少し詳しくご紹介していきたいと思います、はいはい、後ろを見てみてください、はい、おプロジェクションマッピング川崎水ビジョンマップになっています。スタート。すごい、かなり、はい、映画みたいな、川崎の水道水はどこから来るのか、そしてどのように海に流れるのかという水循環全体を超大型ビジョンで楽しめます。とっても感動的でした。ありがとうございます、うん、水漏れしてませんか。あなたですよ、なんか漏れてるのは、はい、こちらでは水漏れ調査を疑似体験できるんです。どうですか、まずは下に使うもんだ、はい、水漏れの音を聞きます、うん、これも、これ2つ目、2つ目、3つの水漏れの音を聞いた後、うん、その音と同じ音を当てるというブースです、はい、忘れた。11だ。正解です。正解、やった。すごいね。いや、面白かったです。ありがとうございます。こうやって職員が定期的に、排水管が漏水していないか調査をしているんです、はい。このように職員の皆さんのおかげで川崎の水道水は安全に保たれているんですよね。うん、こんなにあるんだよ。そうなんです。排水管がこちら川崎市の排水管マップなんです。細かい。もうだったら途中で嫌だって思っちゃう、うん、そしてこちらが排水管です。実際の排水管重かったです、まあ、丈夫じゃないとね、うん、はい、ここはですね、うん、4人家族で1日に使う水の量を紹介しているコーナーです。こう見るとかなり使ってるんですね。そうですね、ちょっとお風呂、キッチンが160リットル、えい、1家族、なんだ、なんかはい、ちょっと流れてる様子を展示してみました。なるほど、流れてる。すごい量で、あ、はい、何？メーターを水が流れると実際にメーターが動くっていうのを、はい、紹介しています。なるほど、本当だ本当だ。あ、動いてる動いてる。こんなにいるんだ水。びっくりするこれ。こちらでは下水管の大きさも分かります。でかっ。大きいですよね。
水と輝く未来館、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。うん、はい、ちょっと行ってみたい。なんか知らないことがいっぱいあるね。そうですね。当たり前なんだけどね、あの水漏れ調査の疑似体験は知らなかった。あれはでも職員の方が、はい、そうなんです。実際に聞いて人の耳で聞き当ててるんです。果てしない。だって数の排水管があったじゃない。あれを定期的に全部調べてるでしょ。で異常があるときはさっきの音みたいなのが流れていて、それを聞き分けてそこを調べて。そっか、漏れがあったら浄水がおかしくなっちゃいますもんね。そうですよね。断水とかになっちゃうから、勉強になりますね。本当に勉強になることたくさんあった、この水と輝く未来館なんですが、はい、市内の小学生を中心に水の大切さを学べるという施設なんですよね。誰でも訪ねていいんですか。はい、そうなんです。どなたでも予約をして見学に行くことができるそうです。なるほど。はい、詳しくは水と輝く未来館にお問い合わせください。まあね、普段当たり前に使ってますけど、はい、なんか大事にしなきゃなとか、ね、そういったことはなんか感じるでしょうね。そういうことね。そうですね。川崎市の家庭では使う水の量、1日1人平均235リットルもあるんです。1人1日で。だって2リットルの水を飲むのって結構大変よ。235リットル、すごい量ですよね。使いすぎだね。使いすぎ。やっぱりね、当たり前みたいに飲んでますけど、うん、水道水をそのまま飲めるっていう国もわずかしかないということなので。なるほど。そうか、日本はね、恵まれてるって恵まれてますけどね。本当に大切にしないといけないですよね。そうですね。そうですね。周子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては川崎市からのお知らせです。生田緑地の施設をめぐる夏休み生田緑地スタンプラリーが開催中です。スタンプの設置場所は藤子 F 不二雄ミュージアム、日本民家園正門、川崎空と緑の科学館、岡本太郎美術館、上りと行政サービスコーナーの5カ所。スタンプ3つで漏れなく記念品がもらえます、うん、さらに5つ集めたらダブルチャンス。クイズに答えて応募すると、うん、抽選で民家園特製藍染めタイム風呂敷など素敵な商品が当たりますよ。スタンプラリーは9月3日まで、うん、ダブルチャンスの応募期間は9月8日までです。はい、これ街へ緑へレッツゴーですね。これ夏休みですし、いい思い出になると思いますよ。そうですね。生田緑地はまた涼しいでしょうしね。気持ちいいですよ。ぜひ行ってみてください、うん、ぜひお出かけください、はい、さあ、続いてはプレゼントです。今回は生田の天然水めぐみ5本をセットにして3人の方にプレゼントします。こちらは多摩区の井戸から取れた地下水で、適度なミネラル分が含まれており、うん、まろやかで飲みやすいと好評です。ご希望の方は7月29日土曜日までにご覧の宛先までご応募ください。はい、番組ホームページからメールでも受け付けています。ご応募お待ちしております。はい、そしてこちら、うん、水道キャラクターのウォータンもついてきます。ウォータンですね。かわいいですね。はい、そして僕の手元には実際にウォーターが届いておりますよ。はい、めぐみ、いただきますね。いかがでしょうか。あ、すっごい飲みやすい。これおまろやか、柔らかい水、まあ、これいいよ、おいしい。ぜひご応募いただければと思います。おいしい、マジおいしいよ。さて、来週のラブ川崎ですが川崎の公園を楽しもうについてお伝えします。公園、はい、夏休みですし、はい、川崎には公園がたくさんありますから。いやいや、たくさんありますよね。ざっくり絞ってどこ行くんでしょう。どこに行くかな、お楽しみに。楽しみですね。カブトムシいるかな。また来週です。バイバイ。